はいどうも、ラメリーです。おっさんことオースリーです。本日はですね、まあ普通にマリオとねクッパでこれウサミミラントをやってるんだけども、まあ、ラジオということでね、映像の方はあまり関係なく聞いていただければなと思っております。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあね、いろいろねこう質問とかが来たので、これをね、機に質問の方に答えていきたいなと思います。皆さんが気になってることだとか、あの質問とかがあればですね、ぜひぜひ随時募集しておりますので、よろしくお願いします。前回のように Amazon ギフトカードとかはございません。よろしくお願いします。あれはね、太っ腹だったね。じゃあね、質問ね。はい、最近よく来てる質問が、はい、オープニング変わりましたねって。 ありがとうございます。オープニングね、まあ、そもそもいろいろねコメントをいただける時点ですっごくありがたいですよね。僕らは YouTube 始めてまだ1年経っておりませんので、何がいいとかって全くわからないんですよね。なんで、できるだけリスナーのね意見を聞いてちょっと参考にできればというふうには思ってたんで、今後いろいろ試していければなと思っております。なんで思ってることとか感じたこととかっていうのはね、コメントとかで書いてほしいなとこれからも思います。Twitter の方ではなんかこうしたらいいかなとか、結構ねみんなに聞いたりとかしてるんで、よろしければね Twitter の方もフォローとかしていただけるとすごくありがたいかなと思っております。まあ、そんな感じですかね。でこれが例えばラーメン屋を開設して、まあ、1年目だったりとかして、いつも来てくれるお客さんが来なくなったりとかしたら、その来なくなった理由ってお客さんに直接聞かない限り分かんないと思うんですよね。まあね、ラーメン屋さんに直接ね、うん、お宅のラーメンまずいわよなんてなかなか言わないもんね。言わないもんね、うん、そう、これが YouTuber のなんかいいところだなっていうふうにちょっと思っていて、良くも悪くもコメントでね見れるので、逆にそういうところがね分かる、ね、ところなのかなって思って、それはすごくありがたいなと思ってます。なるほど、うん、ラーメン屋でまずかったなって思ったらもう二度と行かないもんね。何も言わずに二度とも行かないんだよ。まあ、基本的に何も言わないね。そう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 、お宅のこうだからこうした方がいいですよとか絶対言わないもんね。言わないね、うん、どうしたこいつってなるよ。ほんとほんと。だからあの美味しかったですとか、そういうことは言うかもしれないけど、全然ね、まずかったですとかっていうのは本来ないもんだから、逆にそういうのって言ってくれた方が、あ、これじゃあここ改善したらいいんだっていうのがだんだん分かってきて、中にはあのオープニング好きだよって言ってくれる人もいたんだけど、今後いろいろ試していければなと思っております。なんか一時期ツイッターの方で、うん、月1企画、なんか月に1回オープニング変えようかなみたいな、それも、まあ、考えの一つ。ああはい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 、そうだね。まあ、月1であれやろうって言ってたのは、まあ、1月は、まあ、正直作り直すのがちょっと億劫だなと思っててだから2月に変えようかなっていうふうに思ってたんだよね。うん、うん、でも、普通に動画作ってる時に音源探してたら、フリーの音源ですごいいいやつがあったから、あ、これでいいじゃんって思って合わせてみたら結構ぴったりあったから、今オープニングが変わったっていう感じ。なるほどね。そうそう、そんなね、なんかあれなんですよ、3秒ぐらいの動画だから別にね、あんまり重荷ではないんだけども、まあちょっとね、新しい絵とかが来た場合はもしかしたら変わるかもしれない。いいですね、どんどんね、よくできるものはよくしていきたいと。そうですね、まだまだ実力以上のことはできないので、今できることの中で精一杯やりますね。いや、まあでもいるでしょ、私はこれでいいんだって言って変えないっていうスタイルの人は、うん、まあいると思うんだけどね、うん、なんか俺らって結局このチャンネル登録してくれてる人だったりとか、見てくれる人がいてやっぱりすごくモチベーションになってるなってところがあるから、そのね、うん、見てくれてる人が内容はいいけどオープニングがちょっとっていう人がいるのはなんかすごいね、申し訳ないなっていうふうに思う。なるほど、うん、オープニングで言うんだったらもう店構えじゃ玄関みたいなもんでしょ。玄関みたいな、あーそうだね、あ、玄関とかだったらなおさら、絶対直せないとかだったらね、まだしもちゃんとね直せる部分だから、それはやっていきたいなとっていう風なね、ちょっとことを今考えて、まあオープニングは変わったと。はい、それではじゃあ次の質問お願いします。次来てる質問が、うん、現在彼女はいますか。いません、僕はいません。去年まではいました。今はおりません。俺はもともと就職してて、で今バンドとかいろいろやってるから仕事辞めちゃったんだけど、まあ、そのタイミングでね、いろいろ
こう自由に動くために手放さざるを得なかったものはたくさんあったな。そうだからね、まあ、今は本当にあの YouTube とかもすごく集中したいし、あの歌のとこも方とかも集中したいから厳しいかなって思った正直。ほう。でおっさんは彼女はいらっしゃるんですか？おっさん既婚者だからね。そうなんだよね、うん、おっさんはもう結婚してるんで既婚者 O3 だから。ちなみになんか俺すごい気になってたんだけど、うん、あの俺はおっさんのことずっと知ってるわけよ、うんうん、結婚する前と結婚した後ってなんか変わるの？変わったかな、どうだろう、あどうだったかな、同棲半年して結婚したから、まあ互いのことを知れてみたいな。まあ、ね、そうだね、まあまあでもね、ちょっと仕事はね変えづらくなったなと思うよさすがに。なるほど。おっさん普通にね会社員ですけどね、はいはいはい、普通のただの、ね、一般ピーポーがね、まあ、だからね夜遅くまで編集したりとか、ね、ちょっとねそういう仕事休んでとかはなかなか難しいから、まあ、私のね、その動画の作成速度が遅いっていうのは、まあそこに、ね、まあそこに原因があるわけですよ。まあ、サブチャーのね、フォアトラーク見守っていただければ。そうだね、私はちょっとゆっくりと、やらせていただこうかなと思うんですが、最近はね、ラメリーも、うん、もう生活リズムがもうやばいもんね。あ、俺の生活リズムやばいよ、マジで。ボロボロだもん、ね。いや、普通に、なんて言うんだろうな、こう、ゲームめっちゃ好きだから、ゲームもしたいわけよ。で、編集もしたいわけし、動画もしたいんだよね。うん。で、まあ、これだけってね、まあ、YouTube だけで全部こう生活がやってるわけじゃないから、やっぱり外出ないといけない時とかもあると、結構ね、時間足りなくなっちゃって、で、何削るかって言ったら睡眠時間削る。そう、睡眠時間削ったりするんですよ。睡眠時間削ったりしました。そう。で、削ったりすると、寝る時間おかしくなって、で、次の日のね、なんて言うんだろう、朝に寝るみたいな、結構ありますね。あるね。最近俺がね、寝てんのはね、夕方5時に寝てるんですよ。で、深夜近くになると起きたってくるから。そう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 。まあでも本当にやりたいことできてるし、まあそれは本当に感謝だなって思いながら、ありがたいなって思いながら、ね、やってるからいいんだけどね。次の質問が、はい、マリオシリーズはいつ再開するのって言って。あはあはあはあ。マリオストーリーのことかな。あーやってたね。はい、マリオストーリーだってみんな見てくんないんだもん。身も蓋もね。いや正直そうだよ、だって YouTuber ってさ、やっぱりこう再生されたりとかさするといいねボタンが増えたりとかするとなんだかんだ嬉しいのさ。まあそこが一番のモチベーションですね。うん、そうそうそう。だからあの動画でね、編集で5時間かかっても寝なくてもウキウキしながら編集して動画上げることができるんですよ。まあ、結局見てる方も面白いよくないとね、再生しないからね。そうだね、うん、一部の人にはね、あの絶大な人気を誇ってます確か。マリオストーリーまだですかってね、あの結構直接来たりとかする、あのダイレクトメッセージとか。マジで来る。まああれね、今そのスマブラスペシャルが出たばっかりだから、うん、楽しんでる人がね一番多いわけですよ。まあそうだね、そう同時にね今一緒に楽しんでるって人が多いだけで、じゃあマリオストーリー今一緒に楽しんでる人いっぱいいるかっていうと、まあそうだね、いる。まあマリオストーリー自体も古いしね、結構ゲームはね古いからね、うん、今みんなで楽しんでるものをやっぱり今旬なうちに楽しんでおきたいっていうのが一番大きいかもね。素晴らしい、それを言いたかった。まあね、本当になんかその通りなんですよね。はい、次。はい、じゃあ次の質問で、はい、ドッキリのはめ方のストックはどれくらいありますか？普通に思いついた瞬間おっさんと遊んでやっちゃうからな、ストックとかはあんまりないけど、収録してるやつは今 3,4 つぐらいあるよ。あるね、なんかいろいろ引っ掛けられた記憶はあるよ。考えてる分だけ思い浮かぶ。ほんとね、よく考えつくよね。よく考えつくよ、ほんとに。いやでも考えてる時間だと思うな、そこは。本当にまあ、あれだよね、こう新しく出た機能をこうよく理解して、でそれをこう使ったら面白そうっていうのを、ね、ひたすら考えてるわけですね。そうですね、うん、なんか公園にいるみたいな感じでさ、あれでどういう風に遊んだら面白くなるかなみたいな。
うん、そんな感覚なんだよ、ね、しょうもないしょうもないね、あのドッキリもございますけどねしょうもないドッキリしかないね、ステージものはね、本当によくここまで作ったなっていうのが多いから、まあ、ステージは俺自体は結構楽しんで作ってる。まあね、死亡回数が100回超えたあたりから、ね、私ももうだいぶうんってなるかな。はい、まあこんなところでしょうか。そうだね、まあ今回はこの辺ということ、はい、まあこんな感じで結構ね、ゆったりトークしていこうかなって思うんで、質問などがありましたらぜひね、ツイッターやコメント欄の方でいただけたらと思います。ということで、ダメリーとおっさんことオースリーがお送りしました。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとう。概要欄にツイッターとか載せてます。絡んでくれよな。ちなみに裏で流れてるこの音楽は俺のバンドの曲なんだ。バンドのチャンネルで公開してるから見に行ってみてね。ではまた次回の動画で。